おはようございます。2つの時と昼間クリニックです。久しぶりにこの画角で動画を撮っております。前回の動画でちょっと久しぶりにランニングを再開できたんですけれど、今日ちょっとまた走り始めたらやっぱり痛いという怪我あるあるですね。いや、なんかちょっと負のスパイラルに陥ってる感覚がありますね。なんかでこう厄介なのが、最初に痛かった場所があって、その後にこう痛くなってる場所って毎回ちょっとずつ微妙に位置が違うみたいな感じがあって、ちょっとどうしたもんかなっていう感じですね。逆にそれがなんかこう治る方向に行ってる感じならいいんですけど、その辺はちょっとよくわかんないっていうような感じです。本当にこのまま行くと丸々2ヶ月ほぼ走ってないっていう状態になってしまうので、まあ焦る気持ちと、結構もうなんか今は逆に自分のこう気持ちの中では、あ、なんで治らないんだろう、やばいっていう感じよりも、なぜ治らないんだっていう不思議な気持ちみたいのが実は勝ってて、本当に走ってないんですよ。筋トレとウォーキングとサウナくらいしか行ってないんですけど、なんか何なんでしょうね、良くなってるっていう感じもあんまりなくて、なんだろう、よくこう一流のプロ野球プロサッカー選手とかが怪我で引退したりするじゃないですか。なんかそういうのもあるのかなって思いますね。こういう怪我で全然治し方もわからない、治ってもすぐ痛くなっちゃうみたいな怪我で引退するのかなって思っちゃいしてます。松坂も引退しましたね。はい、今日はそんな感じでちょっと久しぶりにジョギングをしたところ痛みが出てしまいましたという動画です。2ヶ月間丸々走らなくなって、なんか良かったことないかなってすごい自分の中で考えてるんですけど、よりこうポジティブになろうと、あんまりいいことなくて時間はできたんで、いろいろ本読んだり自分の他のやりたいことできたりっていうのはあるんですけど、それ以外だと本当なんだろうと、体的には多分体力が落ちてるのかわかんないんですけど、階段とか結構きつくなったり、便通が悪くなって便秘気味になったり、食欲が落ちてない、落ちてるのかな、落ちてはないんですけど、まあ少なからず体は重くなってると。走ってないのに食事量はそんなに変わってなくて、一時期その炭水化物抜いたりみたいなのやってたんですけど、あんま意味ないかなと思って炭水化物を食べ始めたら、意外とそのまま結構体重に直結してるような感じがします。今175センチで63キロくらい、62か3くらいですね。いつもは60切るか59とかくらいなんですけど、そんな感じです。で、そうそう、違う、いいこと、なんかいいことないかなと思ってシューズ代がかからなくなったとか、それくらいですかね。結構今新しいスパイクとか、オリンピックもあるんで、シューズ新作売り出し中だと思うんですけど、あまりそちらへの購買意欲みたいなものも薄れかけてきております。はい、なんとなくゆるーく今日の朝の散歩、散歩っていうかジョギングをしたんですけど、痛くなってしまったので急遽朝練をやめて、散歩動画を撮っております。はい、今現在朝8時です。なんかジメジメしてますけど、今日も、頑張っていきましょう。筋トレ終わりました。終わりの鐘が鳴っております。今夜の8時くらいですね。仕事が7時くらいに終わって、そこから筋トレをして1時間集中して終わりました。これから
家に帰りたいと思います。放心状態です。ちょっとトレッドミルで走ってみるとかもやったんですけど、あんまり状況が良くないですね。はい、というわけで今日は七夕でした。明日も頑張りたいと思います。怪我はまだ良くなりません。七夕の願いは怪我が良くなりますようにということで、今日の動画は短いですがこんな感じです。では、最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。 Twitter では日々の練習食事などについて発信しています。よろしくお願いいたします。